それでは早速お呼びしたいと思います。本日の、ゲストでいらっしゃいます、ケリー氏と、小崎明弘氏でデザインアーティストの、田辺氏の3名です。本日の司会進行をさせていただきますオーペックギターのデザイナーの田辺と申します。よろしくお願いします。ネオソウルギターキャンプ、オーペックショーケースと題しまして、2方ちょっとゲストミュージシャンで、お呼びさせていただきました。まずはアメリカより、ネオソウルの重鎮の方なんですけれども、ケリー・マーシャル・ジュニアさんです。Nice to see everybody. I'm looking forward to the class today. はい、今日は楽しみにしてます。よろしくお願いしますということでお願いします。あとは大阪の方からゲストで小崎明弘さんを前回でお招きしてます。よろしくお願いします。お願いします。それではですね、まずお二方のちょっとプロフィールを簡単ですけどもご紹介させていただきたいと思います。まずアメリカからいらっしゃいましたケリー・マーシャル・ジュニアさんですけれども、先ほど申し上げた通りネオソウルギターのオンラインレッスンの YouTube とか含めた先駆けの先駆者的な存在としてですね話題となりまして、それでオンラインのギターを講師をやられている方はですねアメリカのヒップホップ R&B ゴスペルポップス系のミュージシャン有名なミュージシャンのサポートとして活動を行っております。でまた主なミュージシャンとしてはちょっとマニアックなんですけれども、タイリー・ギブソンさん、ジェイソン・デルーロさんなどの、著名 R&B シンガーの、ツアーサポートレコーディングも参加されていまして、また、2012年ですかねヒップホップ R&B グループのコンテストのストレンジ・アレンジ・コンペティションというところで、ギタリストとしても大賞を取られているという輝かしい受賞者の持ち主です。でチキリさんがもう一言じゃあ何かお願いします。After we are promoting your explain your profile, so any comment to everyone? Yes, so I have stuff that is on YouTube, Instagram, whatever, and if you guys want to follow, I definitely follow back. I correspond, so I want you guys to know that you can always reach out to me and I'll reach out to you guys too. 今いろいろとSNS の方で Instagram、YouTube 等々の方でいろいろオンラインとかいろいろ講座やってまして、もし今回の機によろしければフォローいただいていろいろとまたご質問とかいただければと思います。はい、では続きまして、小崎さん、ヒロさんの、プロフィールのご紹介ですけれども、16歳の頃に、アコースティックギター弾き語りを始められまして、その後、ギターの方に専念されたということで、ネオソウルだけでハードロック、メタルバンドの方を当時やられていらっしゃったということで、でその後バンド活動と並行して、20弦のこと奏者の中垣ガヨさんですね。はいとはじめとする、著名アーティストさんの皆様のサポートをやられたりスタジオバックやりつつ、現在ギター講師としてもそうですね、こちらの方に活躍されているということで、またネオソウル今回ネオソウルというテーマでちょっとやらせていただくんですけれども、なんかネオソウルに関して。いやもう今日は僕ここに立ってますけど僕も習うつもりで来てるのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではまず1曲、じゃあケリーさんの方から、ちょっとネオソウルの、一つ1曲ですね、なんか別に4曲として「So Good」を1曲聴いていただきたいと思います。そうです。ありがとうございます。ケリー・マーシャーさんのソングと弾いていただきました。まあ、今弾いていただいた中でですね、いくつか、ネオソウルのフレーズがいくつか込められてるんですけれども、まずネオソウルというものが何なのかと初めて、お聞きになる方もいらっしゃると思いますので、ちょっとネオソウルというのは何かという、ちょっとアメリカのせっかくいらっしゃってますので、ちょっと聞いてみたいと思います。Could you explain what is Neo Soul? So Neo Soul is a little bit of R&B, a little bit of soul, a little bit of funk, a little bit of rhythm, all kind of fused together to kind of make this perfect genre. It's a newer model of R&B. It's not just really just like old school R&B, but it's like a newer age of R&B. まあ簡単に申し上げますと、ネオソウルというのはですね、まあいろんなジャンルのミックス。で昔あった R&B の、まあ、今の最新の新しいバージョンにしたものです。で、まあ、それを例えて言いますと、まあ、ジャズとか、ファンクとか R&B とか、リズム、そういうのを全部ブルースひっくるめたものを、この一つのネオソウルというジャンルに飛び込んだという形で今おっしゃっています。Could you explain when you start this kind of neo soul music? So around 2009, the genre was kind of introduced to everybody.And so that's when I really started to kind of put my hands in. Everybody was experimenting at the time, kind of figuring out what it sounds like, what it feels like. So it's still being kind of like refined now. People have been playing for a while, but people are still experimenting with the overall sound of Neo Soul. 2009年にですね、ジョン・メイヤーっていう超有名なシンガーソングライターがいまして、彼が歌いながらやっぱそういうフレーズを込めた曲をいくつか出したんですね。まあ、その時にジョンの本人からやっぱネオソウルという名付けられて、まあ、そういうネオソウルというミュージックがまあ一般の世の中に広まっていったということで、まあ、ジョン・メイヤーがアメリカでいうとその発端というか、彼がそのネオソウルを広めた第一人者ですということでおっしゃってます。でその中でですね、例えばネオソウル、じゃあどういうフレーズ、どういうテクニックがあるんでしょうかっていうことをちょっと簡単ですけど、ベーシックな基本を聞いてみたいと思います。Could you explain the basic technique of Neo Soul? So basic techniques of Neo Soul is a lot of rhythm. So it's like real percussive. So here's an example. So instead of just playing a chord progression.A lot of rhythm, kind of keeping like the beat. So that's really what Neo Soul is about. まずは基本テクニックとしてはリズムの取り方ですね。今さっきみたいにちょっとグルーヴさせるリズムをとこのピッキングでリズムを取りながらグルーヴさせることが大事です。So could you explain how did you learn this kind of technique? So really sitting with a lot of drummers and keyboard players and just kind of hearing like the rhythm. Want to make sure you stay on beat, but.What you want to do sometimes is kind of play behind the beat. So the beat is like this. You want to kind of play a little bit behind. So that's really the technique of really trying to refine what a Neo Soul is. 基本的にはドラムとまあキーボードと一緒にセッションするときにまあズンズチャッチャーズンズチャッチャーってリズムに合わせるのではなくてちょっとずらしてそのピッキングするというのがまず大事な基本的なNeo Soulの基本的なテクニックになります。うん。でそこをまずちょっと練習されると、そのちょっとグルーヴ感のちょっと後を追いながらギターを弾くとグルーヴ感が生まれてくるというふうにKさんおっしゃってます。So any other technique like playing style? Yeah, so you can do swells like with your guitar, right? So.Different kind of chords, so like. So like being like a keyboard player on the guitar, that's one of the things of Neo Soul too. もう一つまたテクニック、基本的なテクニックの一つとしてはですね、ボリューム奏法があります。今ケイさんの足元にはヘリックスのマルチエフェクターなんですけど、その中のボリュームペダルが押されて、踏まれて、ちょっとボリュームを、まあ強弱をつけたということが一つのネオソウルとしてのまあ、特徴がありますと。で特にまあコードを弾かれる時とかもただちゃんと弾かれるのではなくてボリュームでその抑揚をつけるということは、まあ、ちょっと歌わせるようなそのこうボリュームの奏法が一つとしてネオソウルとしてありますということです。Mm-hmm. Any other one? There's a slide chord, right? Oh yeah. So a lot of times when you're playing the chords, you want to slide into your chords instead of just playing the chords. So here's an example. Instead of just And then the hammer on too. Yep. もう一つのテクニックとしては、スライドコードと呼ばれる奏法ですね。まず、低音源でコード弾かれたものをそのまま高いところに置いてスライドさせるっていう奏法がネオソウルの一つとしてあります。でその中で、このコードをスライドさせながら、場合によってはこの、中指とか薬指をプリングハンマリングさせて、ちょっとそのまたさらに抑揚をつけるというのも一つの奏法としてあります。For example, playing the hammering. Middle finger and your pinky. Yeah. Main はもう基本中指、薬指と左に言ったら小指を使われてこのプリングとハンマリングをそのコードに使うっていうのが一つのこのネオソウルのなんかね、一つのテクニックとしてあります。So you don't play only chord sometimes? Sometimes you play chords, but then it's just the rhythm of the chords, right? Mm-hmm. その中でコードをただ単にジャーカーンって弾くんじゃなくて、やはりそのリズムをパーカッション的に取りながらコードを弾くっていうのは一つのネオソウルとしての、テクニックとしてありますということで、今ちょっと簡単に K さんが紹介されましたけど、やっぱりちょっととにかくリズムを楽しながらそのコードを弾きながらスライドさせたいとか、ボリュームペダルを使われたいっていうのは、ネオソウルの、代表的なテクニックになりますということでおっしゃってますね。So any other technique, new technique? That's pretty. It was just a lot of those fused together, kind of playing in the same kind of song. So like we could do an example, and I can just. Yeah. 今回今のような形でお伝えしたことを全部ひっくるめてそのネオソウルギターとして練習されると非常に学びやすいと思います。あとはご自身でいろいろテクニックを見つけていったら。それは個人の目標になるしということでですね、今おっしゃってますね。簡単にちょっと今の全部そうをまとめたテクニックをちょっと指導しますので、ちょっと見ていただけたら。小崎さんの方からもちょっと何か愛の手を。Did you play together? Yeah. 愛の手。Yes, sir.ありがとうございます。小崎さん、ありがとうございます。びっくりしました。小崎さんとして、今回ネオソウルと題して、はい、クリニックやってますけども。そもそも小崎さんとしてネオソウルの、特化会とか、知ったきっかけとか、何かありますか。多分もうここにいてはる方の大半知ってるかなと思うんですけど、マテウス・アサトが、もうそのギター界隈でバーって湧いた時に「なんじゃこれ!」みたいな。こんなうまいおっさんいてんのかと思ったら僕より年下やったんですよね。多分3つぐらい年下で、でその時もミキ楽器さんでセミナーというかこうね来られてたと思うんですけど。はい、アムザレコードさんのあれで来られてて、でその時にまた来させてもらって見させてもらったんですけど、もうそっからネオソウルちょっとやりたいなみたいな、絶対モテるやろうなみたいな感じのはい、おしゃれな音楽だったので、そっからジョン・メイヤーとか。こうマテウスもそう、マテウスがサポートしてるトリー・ケリーっていうアーティストやったりとかっていうのをよく聞くように、はい、なって、その時にもうずっと見てたインスタグラムとかで出てくるんですよ、わーって。こんな上手い人いてんのかと思って、ね、今回お話もらった時にギタリストさんもう一人呼ぼうと思ってるのでって言われたらご本人登場みたいな、はい、感じでしたね。はい、そうですね、長々と。ちなみに小崎さんが今回、ケリーさんが先ほどネオソウルの基本的なテクニックをいくつかご紹介されましたけど、その中で知らなかったのがこれ確かにそうだなっていうのはありました。サポートとかが多いとどうしてもこうコード譜とか譜面になぞらえて弾くことが多いんですよ。例えばさっきのスライドをあんまり入れることがなかったんですよね。サポートしてると本当にこうみたいなのが多かったんで、そういうアプローチはちょっと自分の中にももっと入れていかないといけないかなっていうふうには思いましたね。Yep, very good. まだ低いちょっとお願いします。愛の手を。一応先ほどケリーさんの方からですね、ネオソウルのなんぞやということとですね、ネオソウルの奏法を簡単にご紹介いただきましたけど、何かここでネオソウルのこととか奏法でもいいですね、何かご質問この機会ありましたらぜひとも挙手でご質問して何でもご質問いただければ何でも遠慮なく。あ、どうぞどうぞ。2/4にすごいポケットを感じたんですけど、リズムの拍の取り方にすごい2/4のポケットをすごいケリーさんは 1、2、3、4 のところの4のその2/4の間にすごく間を感じたんですけど、こういうの何を考えながら演奏してるのかなっていうのはすごく気になりました。Experience and any tech, any concept. Yeah, so on 2 and 3, on 2 and 4, so 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. So you almost sound like the hi-hat and the snare. Kind of playing like this sound, like you're doing the same thing with your rhythm. I feel it's drums. Yes. Yeah. ちょっとそういうリズムキーピングの中でやっぱそのためを作って入れるっていう、もう多分これもリズムキーピングの一つのもう経験と練習繰り返しだと思うんですけれども。We have to practice up the rhythm. Yes. So like with the metronome, use a metronome and then practice more. 使って練習するのが一番わかりやすいかなと思います。ありがとうございます。その楽しみございましたら、お気軽に何でも、なんか始められたきっかけでも、ギター始めたきっかけでも何でもいいけど、ネオソウルの音作りで何かそのこういう特にリバーブが結構使われてると思うんですけど、はい、なんかそれ以外でなんかこうネオソウルらしいギターの音を出すコツとかがあれば教えていただきたいんですけど。He asked me the question is basically you play the clean sound with reverb, but any other sound making, you have any recommendation about the Neo Soul? Some delay and reverb. So delay, you know. So you want to have swells.The whammy bar at the same time, it all works together, so. So all of that works together, so that is kind of like how you can make your sound big from Neo Soul. もう一つのテクニックとしては、ちょっと今おっしゃった通り、デレイをちょっと深くかけて、例えばトレモのアームをかけながらボリュームを双方やるということで、ちょっとそのまた音がワイルドに広がっていく方法が一つネオソウルとしてもありますということで、ちょっとなかなか大変ですけどそういうことは一つのテクニックとしてありますということで、はい、他何かございましたら遠慮なく、はい、どうぞ。あ、大丈夫。ネオソウル弾くにあたってトレイルブレーカーを使っておられるというか、どういうところ、そのトレイルブレーカーのどういうところを生かしてなんか弾いてるとか、そういう工夫みたいなのがあれば教えていただきたいです。So today you guys played the Trail Breaker Mark 1 for the Neo Soul. Yep. So any recommendation about Trail Breaker to play the Neo Soul? Yes. So for me, I like the middle pickup, and then also my phaser. I'm all the way in the last one. So it just has and then stand up. So it gives a real full sound. So.For solo, so you want to solo for the last one, but and then this one because it's a lot bigger, so that's what I like for the trail blade. This is what I would typically use when I'm playing. Yep. ケリーさんの使い方としてはですね、クリーンサウンドはフロントのハンバッカーピックアップと、あとフロントのハムとセンターのミックスサウンドを使われててですね、さっきのディストーション、リズムをかけた場合のギターソロを弾く場合は、もうリアのハンバッカーを使うというのは、このトレイルブレーカーマーク1では基本的に使う、そういうやり方を使い方をしていますということですね。小崎さんはそのトレイルブレーカー使われる、そういう使い方の中で。あ、僕ですか。ちょっとモデルが違うんですけど、僕のはフィルタートロンのタイプをこう2発乗せてるあれなんですけど、なんか主にこうハムバッカーよりもちょっとトレブリー軽めというか、今これ真ん中、これ製品紹介の時にした方がいいですか大丈夫ですか。まあ基本的に普段使うのは、真ん中キャンセルしてます。でカッティングとか使う時だけここをオンにして使ってるんですけど、基本的に全部シングルコイルみたいな感じなので。みたいなちょっとメローなトーンちょっと絞り目ぐらいで使うのが、はい、最初僕もここで YouTube の撮影で並べて弾かせてもらったんですけど、その時に。あまりにも弾きやすすぎて「ちょっと」って言って「ちょっと」って言って、はい、お迎えしたんですけど、はい、ありがとうございますお帰りいただきまして。いやいやいや、大丈夫です。ありがとうございます、はい、その他何かございましたら、ぜひこの機会に何でもかんでも、プライベートなことでも構いませんし、ぜひいただければと思いますが。お揃いのキャップ欲しいとかでもねやっぱりちょっと今はちょっと品切れ中です。ああ、そうなんですね。また入荷次第色はブラウン。そうです、ブラウン。あれ赤とかなかった？赤とかも前あったんですけど、ちょっとそちらの方は、あ、はい、すいません一旦Neo Soulの話、質問はちょっと一回ここで終わらせていただきまして、次じゃあ、ですわね、OPEC の機体紹介させていただきたいと思います。まず今回ですね、ケリーさんも小崎さんも使われていらっしゃるこのモデルが、OPEC のフラッグシップモデルになりまして、トレイルブレーカーマーク1というモデルになります。非常に見た目が、まあ、いっぱいスイッチがついて、ちょっとごちゃごちゃしてますけれども、まあ、ケリーさんも昨日ちょっと惹かれて、感想としては、まあ、見た目は複雑ですけど、まあ、使え慣れれば本当にシンプルにいろんな音が作れるっていう形でおっしゃってまして、そうですね、ボディはアルダーボディ使ってまして、ネック指板材は、ケリーさんの方がメープルで、小崎さんの方がローズ指板というのを使ってます。で、メープル指板の方がちょっと音がブライトなサウンドになりまして、であとネックがですね、5プライの、メープルとオルナットの5層構造になっています。スケールが、ミディアムスケール、まあ、G 社と同じミディアムスケールになってまして、まあ、角度付きで、ちょっと小ぶりながらもちゃんとテンションが稼げるような設計になっています。あとピックアップが、小崎さんの方は、アメリカのマグニート社の、ピックアップ、カスタムピックアップが付いていまして、ケイさんの方は今回、奈良にあるユーフォリアルさんのピックアップを全部装着させていただきまして、ちょっとまあピックアップによってまたちょっと音色がまた異なるサウンドになっています。あとまあトレモロとブリッジは、ギリシャ製とアメリカ製のそれぞれの、ブリッジトレモロを使ってまして、ちょっといろんなてんこ盛りなスペックなんですけれども、非常に多機能な、ギターとして設計させていただいています。Any comment about your Triumph Mark One?This is a really good guitar. It's built really well. It feels really great when you play. It's not too heavy, and the pickups, like configuration, I love the maple neck. So the way it sounds, it's really warm and it's bright enough whenever you're playing overdrive. It can cut through the mix. So it's a really good, solid guitar. Kelly さんとしてはこのトレイルブレーカーマーク1に関しては、特にメープルネック、メープルシバーが大好きでですね、このピックアップも非常にレスポンスも良くて、まあ小ぶりで取り回しが効くので、やっぱハイの音も含めて。これNeo Soulに合ってるギターじゃないかという形でおっしゃってる。小崎さん的にはこのギター、やっぱその今回使ってるギターをどういうなんか印象というか、他のギターと比べてもなんか印象といいますか。まあ見た目が変わってるのが好きっていうのがあって、僕自身は。で、ビザールギターって皆さんご存知ですかね。ビザール、テスコとか。ね、いろいろあるとは思うんですけど、まあ、そういうギターがもともと好きで、ただ現場で使うにはちょっと使いにくい、音もペチペチやし、ネック太かったりとか、もう状態悪かったりとかで使えないものが多い中で、たまたま SNS で流れてきた OPEC っていうのがまあ、大阪にあるっていうことで、まあ、一回ちょっと引きに行ってこようかなと思ってたら、田辺さんの方から大阪住んでんやったらミキ楽器で思想動画撮ってよみたいな。ね、そうですね。ね、ねとか言って付き合ってはないんですけど、まあそんな感じで、まあ弾いた瞬間にやっぱりこのなんて言っても見た目が特殊なのに弾いたらそんなことなくて、普通にストラトテレキャスレスポールと同じ感覚で弾けるギターが、まあこのOPECっていうので、僕はもう撮影した2日後そうですね。ぐらいにもう「あります」みたいなすぐでしたよね。なんか今日も上でちょっとねニューモデルの話も内緒ですよどっから漏れるか分からへんからはい、そんな感じで僕自身は結構もうフィルタートロンが好きなので、はいまあ、このモデルでちょっと選ばせてもらいました。でちょっと質問していいですか。このユーフォリアルのピックアップ、ケリーさんのギターについてるものはユーフォリアルさんの製品として売られてるものなのか、OPEC からいろいろ注文してこういうふうに巻いてくれっていうふうに提案して巻いたOPECオリジナルのものなのかがすごく今気になりました。そうですね、今回のピックアップ、まだちょっと初号機ではあるんですけれども、今回いらっしゃったユーフォリアのピックアップの藤野さんという方と、いくつかやり取りさせていただいて、トライしていくつか載せた上で、この、アルニコナンバー、アルニコナンバー、センターこれでいきましょうという形で載せていただきました。で今回これは実は来年のナムショーモデルの展示のプロトタイプなんですけれども、そういう中でちょっとケリーさんに今回弾いていただいて、その本当に率直なインスピレーションを聞きたかったっていうのを、ケリーさんにお願いして、ちょっと弾いていただいたっていうこともありまして、はい、ケリーさんの、感想もちょっと聞いてみたいと思います。はい、ケリーさん、How do you feel about the pickups? Euphoria?Made in Japan, Alhamdulillah in Japan, how do you feel? These pickups are really good. I mean, from the first prototype to these right here, the sound is completely different. This is more so the sound that I could play in any genre of music. So these pickups are very versatile and they're very clean, they're very warm, and they have the right level of brightness, so it's not too dark. 今回のユーフォリアピックアップしたい、本当にケイさんとしては非常にお好みのピックアップでして、よくやっぱりミディアムスケールになると、やっぱ音が結構こもるというか、あんまりハイ上がりなくなるんですけど、これちゃんとブライトさも残って、ちゃんとコシのあるサウンドなど、いろんなジャンルでこのピックアップって結構応用できるんじゃないかっていう、ケリーさんも、You wanna try to another pick up to put your Fender guitar as a guitar, right? Yeah, so this is compared to any other guitar. Like, it competes with a Fender, it competes with PRS. This is just as good and as solid in the overall sound and overall tone. So this is just, it would be a definitely one of my first like workhorse guitars that I would use all the time.本当に先日もちょっとリハーサルスタジオで入らせていただいて、このピックアップ非常に気に入られていらしてですね、ご自身の違うギターに乗せて、ちょっとユーフォリアの乗せていきたいというぐらい、本当に気に入られたということはおっしゃってました。Thank you so much. No problem. 先ほどちょうど、あれですね、小崎さんもおっしゃった、そのプロトタ、新しい新作のギター、こちらにちょっとありますけれども、こちらがちょっと今回、まだ発売して間もないんですけれども、トレイルブレーカースペシャルリミテッドエディションという、世界でもう50本限定のモデルになります。ちょっと後ろにもちょっと展示してありまして、こちら三木垣さんでも発売されているモデルになるんですけれども、トレモロが P90 が2つありまして、こちらもユーフォリアさんでちょっとカスタムで巻いていただいたピックアップになります。で、こちらの方はラップアラウンドっていう下から巻ける構造のブリッジが乗ってまして、それにトレモロをつけた。ちょっとまた面白い構造になってまして、このラッパーランドっていうのが、ちょうど弦をくるっと巻いて、取り付けられますので、この仕様ですと、例えば4から6弦をブリッジにトレモロにつけたり、1、2弦はこのラッパーランドに巻いてっていう、アーミングを使いたい弦だけを乗せられるって、今までちょっと世界にあんまり例を見ない、ちょっと面白いスペックにしてます。で、また後ろ、の方もですね、後藤さんのロッキングチューナーで、マーク1と同じメープルと、ウォルナットの5プライコートにしてますので、ちょっとG社とは違って、ブライトさも残しつつ、弦交換も、ロックされてますので、ブリッジが非常に楽だと。一弦切れてもチューニングがガクンとずれることはなくて、非常に安定しているというので、非常に使いやすい、セットアップというか、デザインにしています。で、ボリューム1、ボリューム1トーンで、3ウェイトルスイッチ。このコントロールプレートも私たちがデザインさせていただいて、制作させていただいたものになりまして、ボディは魔法が2でなります。であと、こちらがちょっとこの木目調のってなんですけれども、ここだけですね、我々ちょっとハンドサンディングで実は削ってまして、その上からラッカーで仕上げてるっていう、本当にその木を触ったようなフィーリングで、この弾いてる時にですね、ほんでここがあんまりガスだと当たらないというか、本当にスムースなフィーリングで腕をちゃんと引けるっていう構造にちょっと仕上げてます。というちょっとこの限定のトレイルブレーカースペシャルモデルなんですけど、さっきケリーさんにもちょっと小崎さんも弾いていただいて、ケリーさんはこのトレモロ付きがお好みで、小崎さんはちょっとこのトレモロなしがちょっと好みも分かれたんですけど、ちょっとせっかくですので、ちょっとケリーさんと小崎さんに合わせて弾いていただいて、インスパイアもらえてると思います。ケリーのプレイですね。Your favorite one, right? Yeah.Thank you. the guitar right here. This is the guitar. You like P90, right? Oh my God, yes. P90 のこのサウンドは本当に気に入ったらしくてですね。あとトレモロもこのやっぱ揺らすのが必要なので、やっぱこういうので今まで本当本人も持ちなかったギター、本当にこれ気に入ってらっしゃって、まあ買って帰りたいっていうぐらい。で小崎さんはこの白のギターをトレモロなしですね。トレモロなし。あ、音鳴らした方がいいですか？すいません。あ、全然。じゃあもうクリーンとはど反対のもので、そういうのが弾きたくなるギターですね。はい。So, Kelly, do you have any inspiration about this P90 guitar? So this guitar, the P90, I feel it's very versatile because you can play jazz, you can play different genres or whatever, but it responds really well to overdrive. It's one of the things that I was really impressed with because of the clean tone. So just.It can play pop. It can play any kind of genre. So this is a great guitar. This one. 本当に今回のこのギターに関してはジャズ含めて、そういうオーバードライブといいますかサウンドにも対応できる。本当にレスポンスが勢いレスポンス早く驚かれてるぐらいすごいいいギターだったりでした。小崎さんなんか弾かれててこのギターに関してインスパイアされたってことがありますございますか？これですか？はい。インスパイアトレモロ付きなしでトレモロ付きなしで弾かれた感想といいますか、なんか僕個人的にビグスビはホローボディのギターとマッチさせるのがすごい好きなので、なんかこうちょっと男らしくないですか、こう見た目も相まってもう揺らすんやったらねここ行ったろみたいな感じの、はい、もう見た目がすごく好きで、まあこれ、うん、サンディングこれねもう多分これ終わったら触れます？あ、そうです、触れます。終わったら触れると思うんですけど一回触ってみてほしいです。すっごい丁寧にサンディングされてるから全然痛くないですよ、全然引っかかりがない、もう辛い位置かなっていうぐらい、はい、なのですごくただ僕はなしがいいって言いました。はい。ただでもこれは弾きやすいので、なんかそういう万人受け、見た目はちょっとね変わったギターですけど万人受けはするプレイアビリティじゃないかなっていうふうに思います。はい。ありがとうございます。そうですね、今回はトレモロ付けトレモロなしの2パターンで、白と青みたいなまた違うカラーバリエーションも何カラーかございまして、今回の木さんにはこの2本が入っているということになります。でまたただですね、この小崎さんが弾かれてるギターも僕やっぱりこの白いトレモロがいいなということはオプションでまたこのトレモロ付きも受け付けることができますので、そこはお気軽にご相談いただければと思いますので、お願いします。でまたこちらの本数が先ほど申し上げました世界で50本限定になりまして、もう終わりなくない次第は終了という形になります。もしP90で今ちょっと探してるんだよねという方がご覧の方もいらっしゃいましたら、ぜひ1回検討でお問い合わせいただいてですね、触っていただければと思います。勝手にキャンセルです。すいませんいきなり。全然タイムスケジュールになかったですもんね。喋りよりもギターを聴いて音聞いていただくのが多分一番早いと思います、ね。ありがとうございます。福田市でこの新製品のですね、トレイルブレーカースペシャルリミテッドエディションなんですけども、三木脇さんでも発売しておりますので、ぜひ、このイベント終了後ですね、一回触っていただいてですね、感じていただければと思います。あと、まあ、後ろにも、今回、トレイルブレーカーマーク1、フラッグシップモデルもいくつか、カスタムモデルも展示してまして、そこもぜひ、引いて、こちらも引いていただいてですね、またこっちの方はカスタムオーダーで色とかですね、指板とかも選べたりできますので、そちらもしご検討いただく方いらっしゃいましたらですね、お気軽に、三木脇さんと私にご質問いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい。それではちょっとそろそろですね、時間も、縁も竹縄ですかね。やってきましたので。飲み会みたいな。飲み会やってきましたので、最後にですね、ちょっとケリーさんと小崎さんから一言コメントいただきまして、最後にちょっと演奏していただければと思いますが、So before the last song, any comments from everyone? Thank everybody for coming out. I hope you guys learned something. If you have any questions, feel free to reach out. I will definitely try to help you guys through the process. It's a new genre that we're trying to definitely help bring over here. So. It's okay. It's going to be a little bit of a learning curve, but I know you guys, I've heard a lot of you guys play, so I know you guys will definitely get it. So thank you. ありがとうございます。簡単に訳しますと、本日ここに来ることができて本当に嬉しいです。また皆さん本当にギター好きでいらっしゃってる方ばかりだと思いますので、ぜひまたケリーさんのまあ、インスタとか SNS 見ていただいてですね、ギターをさらにブラッシュアップしていただければと思います。また帰ってきますので、引き続き今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。プロモーション何か。プロモーション。お願いします。じゃあ、そうですね。とりあえず全員買ったらいいですかね、そういう話ですよねまあまあでも本当に弾いてみてすごくいいと思ったらその時に買っとくべきかなっていうのはちょっとね情勢的にも値上がりとかもねやらしい話あるんでね、はい、どうなんですかもうパツンパツンでパツンパツンでやらせていただいてますけど本当にねまずこのネオビザールギターという、まあ、オーペルというブランドを知っていただいてですね、一度手に取って、そのなんか良さとか、フィーリング感じていただければ、私も幸い、デザイナーとして幸いですので、ぜひ、この機会に皆さんにも広めていただいて、その時は、小崎さんにご紹介いただければ、何か割引かもしれないですけど、ね。これ、あれですか小崎さんの歩きましたって言ったら割引とかあるんですか小崎さんの歩きましたですかこれ、電波載せますね。そっかそっか、ごめんなさい。ちょっと今のところだけ、せや、ごめんなさい。冗談です。それ右側頑張ります。右側頑張ってくれる。はい。みたいです。はい、ありがとうございます。ごめんなさい、すごく言いにくいこと。この機会に、いろいろ本当に木材とか、まあ、パーツ、金属も値上げしてますし、まあ、ピックアップの素材も値上げしている中で、まあ、我々としても、もうできる限り皆さんに、一人でも多くの皆さんに見ていただきたい気持ちで、まあ、設計からプロダクションまでから合わさせていただいてますので、ぜひこの機会にお願い、また試奏してご意見いただければと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。それでは最後に、ケリーさんがちょっと関わられている、まあ、プロデュース兼、まあ、ギターのアレンジメントもされているですね、エラマイさんの「TRIP」という曲を最後弾いて、お別れしたいと思いますので、小崎さんもぜひギターバトルに参加していただいてお願いできればと思います。もうちょっと電波乗せて言うことちゃうんですけど、ボロ負けですね。はい、頑張ります。はい。ケリーさん、はい、OK？ で、うん。最後、よろしくお願いします。うございます。改めて、小崎昭恵さん、ケリー・マーシャル・ジュニアさん、本日はありがとうございます。それでは一旦ここでですね、Neo Soulキャンプオープニングショー2023、締め切らさせていただきます。本日はお忙しいところありがとうございました。ありがとうございます。それでは一旦こちらで、YouTube ご覧の方は一旦お別れとさせていただきまして、また、こちらお残りの皆様にはちょっとまた、劇楽器の小西さんからご案内させていただくことがありますので、一旦こちらで YouTube の方はお借りさせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。